こんにちは。笠ライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今、ブルースターにこんな種ができてるんですよ。それでそれをね、毎日弾けるかな、弾けるかなと思って楽しみに待ってるんです。ちょっとご覧ください。今年いくつか寄せ植えをしたんですけれど、私の中で結構気に入っているのが、いくつかあるんですけど、その中でもう一つ、この夏に涼しげでよかったなっていうのは、ブルースターとセイロンランティア、それをこう組み合わせて、あとユーフォルビアのダイヤモンドスターですね。今皆さんにブルースターをご覧いただいた時に撮った寄せ植えが結構気に入っていて、そこに、マルバのヘミグラティスのアルテルナータっていうマルバのね、葉っぱ、そのアルテルナータっていうのがものすごい気に入って、白い花が咲いてましたね。それがとても気に入って、その寄せ植えがすごく好きでした。でその寄せ植えの、ブルースターが今まさに、ブルースターの種が今まさに弾けるちょっと前なんですね。で毎日見て、その種が弾けたらそれをちょっと取って、9月に種まきしてもいいんだけど、冬越しするのなんかちょっと寒いのをちょっと気遣うの嫌だなと思ってて、春の3月ぐらいに家の中でちょっと種まこうかななんて思っているんですけど、そのブルースター、前はね、ブルースターをプランターにいっぱい種まいてこう育てた時があったので、懐かしく、その種がとにかく弾けるのを日々楽しんで待っているところなんです。ターシャ・チューダーっていう絵本作家で、すごく素晴らしいお庭をガーデナーで、もう92歳で亡くなってから何年経ちますかね。そのターシャの言葉で私すごく気に入っている言葉があって、人間はとかく悲劇を好むけれども、それは間違いよ、この美しい世界を謳歌しなければ馬鹿げているわっていうような言葉だったと思うんですけど、そのターシャ・チューダーの、人間は悲劇を好むけどっていうね、それなんか今テレビ見てるとすごくそんな風に思って、なんか悲しい話題とか不安を煽るような番組が多いなと思ってて、本当に馬鹿げてるなって思っていて、あまりテレビを見なくなってしまいました。でターシャが、人生は短いから不幸でいる暇なんてないのよ、気づいてない人が多いからっていう風に、そのターシャが言っている、その92歳の方の、ターシャのね、ターシャ・チューダーの言葉があって、私はその2つの言葉がすごく気に入っていて、私のなんか生きる目標にしてるんですけど、とにかく人っていうのは悲劇を好むでしょう。でもだからそういう番組の視聴率が上がったりするけど、朝のね、例えばニュースで悲しい話題が多すぎますよね。私朝のニュースは見るけど、もう悲しい話題になったらすぐに変えちゃうようにしてるんですけど、そんなにみんな人の悲しい悲劇を見ていたいかなとか、それを悲しんで一緒に泣きたいかなってすごく思っていて、だから私は YouTube でもなんかそんな悲しい話題なんて嫌だなって自分で思ってて、だから幸せとか楽しいこととか、そういう小さなね、幸せを見つける、そういうことをお伝えできたらなっていうふうに
思っています。何しろ今はね、ブルースターが種をこう、あれがね、パンとなるんです。それで中からこう白い毛がついた黒い種がパンと出て、タンポポみたいなのが中からタンポポの種みたいなのがパンと出るんですよ。でそれをちょっと毎日楽しみにしています。またそれがこう弾けて見れたら皆さんにまたお見せしますね。あとね、ずっと前からよく、パイナップルが私好きで丸ごと1個買ってくるんです。それでパイナップルってすごいのはもう売ってる時に食べ頃なので、もう買ってきてこう冷やして、こう次の日こう切って、でザクザク食べやすいように切ったらタッパーに入れて冷蔵庫に入れといて、それでまあ2日か3日でこう食べるみたいなのがすごい好きなので、パイナップル好きだから買うんだけど、その時にこのパイナップルのこの先っぽをこうジョギッと切ったら、それをよく庭にこうポンって置いといたんですよ。でそうするとすぐ根が出て生えて育つんですけど、毎年なんかそうやってほったらかしにして、である時なんかいつまでもあるから引っこ抜いて捨てたりしてたんだけど、ある方の動画を見てたら、2年そのパイナップルを育てて、こんなちっちゃいパイナップルを収穫してる方がいたんです。それで私、と思って、私もやろうと思って、ちょっと最近パイナップルを培養土の上にこう置いといたんですよ。そしたらこう引っ張っても全然抜けなくなったから根が生えてるの。それでその中心のところがからこう緑の良いね、綺麗な芽がこう出始めたので、あ、これはパイナップルついたと思って、でちょっと2年間パイナップルを育てて、まあ、YouTube 動画で2年後お見せできるか分からないけど、パイナップルの収穫をする動画も撮ろうと思ってるんです。なんかそのまだ2年後だけど、そう思うとなんか2年後が楽しみでしょ。あ、自分、私は楽しみなんです。まあそんなことで、パイナップルちょっと見てください。このパイナップルね、食べた後ね、刺したんです。そのまんま切ったところを土に置いといたんですけど、もうしっかりしてきて、中から芽が出てきて、これ2年ぐらい経つとパイナップルが収穫できるっていうんで、やってみたいと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。